どうもショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで今日やっていくんですけど、すいません、ちょっと中2日空いてしまいました。ですね、最近この銀行のその財務関係口座を変えたりクレジット変えようみたいな感じでやってるので、まあその申し込みをちょっと手続きをしていたり、あとはのんびりミリオネアの方が本格的に始動してそっちの方に注力をしていたりもしますし、あとは確定申告のこともそろそろ始めないといかんなっていうことで結構バタバタしてますの、なんですけど、特に最近大きく変わろうとしているものがあります。それは何かっていうと、この住む場所です。1週間後とか2週間後とかそういう感じじゃないんですけども、そろそろこの物件ともさよならする時がやってきました。はい、まあ、まだまだホタルの光が聞こえてはこないって感じがするんですけどで、まあそんな感じで物件を探していたりしたので、1月2月はちょっと投稿頻度が落ちるかもしれません。で、今回はタイトルにある通り物件選びを始めますとか、そういった感じの話ですね。本当はこうメインチャンネルじゃなくてサブチャンネルみたいなのがあって、そこでこうダラダラと喋る系の内容でもよかったんですけど、今多分シーズンかなっていうふうに思っているので、まあそんな旬なネタを今回皆さんにシェアできたらなというふうに思ってます。で、この動画を見ている人の中で、僕も私も不動産今探してる時なんですよ、もうなんか引っ越し検討してるんですよっていう人がいて興味を持ってくれたら、最後まで見ていただければなというふうに思います。はい、毎度前置きが長くなってしまうんですけども、まあ本題に入っていきます。で、今まではその品川だったり渋谷の初台だったりで今の物件だったりに一人暮らしをしてきました。なんですけど、次からは二人暮らしを始めるんです。今お付き合いしている彼女さんと二人で話し合って同棲した方がいいよねっていうことで、じゃあ物件を探し始めましょうっていうことで今その物件選びをしているんです。去年の11月ぐらいから、まあ、ネットでちょいちょいリサーチをしていて、で実際にこうもうネットで調べ尽くしちゃったから、じゃあ実際に不動産行ってみようよっていうことで、今年のその不動産屋さんがもう新年明けましたみたいな時ともほぼ同タイミングぐらいでこう内見というかその不動産屋に行って、もう資料バーってこう漁ってっていうことをやってました。実際に不動産どんなものかっていうこう見てですね、内見をしてきました。でその内見をしながらちょっとこう気づいたことだったりとか、その感じたことがありましたので、今回それを一つだけシェアをさせてもらいます。で、それは何かって言ったら、やっぱりその頭で考えているこの条件を並べたところで、実際に内見したら、その心で感じることが全然違うので、でもその実際に内見って大事だなっていうことですね。まずは僕と彼女さんが、じゃあどういう条件がいいかなっていうのを話して、こういう条件っていうふうに並べました。で、この条件に合致する物件を、じゃあネットでリサーチしましょうってことで、こうネットでリサーチをしてました。で、気になる物件があったらブックマークをしておいて、後で不動産屋さんに、ここどうですかねみたいな、内見できますかねみたいな感じで、こう資料をこうぶつけたわけですよね。で、その僕たちはこうネットでリサーチをしている時に、せっかく暮らすんだったら広い方がいいよねっていうことで探していたんです。頭の中では狭いと思っていたその部屋に実際に入ってみたら、あれ広いねみたいな、僕もその彼女さんも物は少ないわけなので全然これぐらいの収納で足りるじゃんとか言って、っていうのと、まあその比較対象で綺麗で、まあ、それなりに相場の値段と、ちょっと古くてで相場よりもかちょっと安めだよっていう、そういう物件をちょっと比較してみたんですけど、まあ広さに関してはまあどっちもこう住めるわけですよ。設備だったりその駅地下だったりっていう条件も合ってるので、こうまあ住めますと。なんですけど、今までこの住んでる物件は相当ハードルを下げているので、まあ基本的にどの物件を内見しても、うわ綺麗とか広いとかなるわけなんですけど、その中でも特に設備が新しかったり建物も新しかったりする物件に僕すごいときめいたんですよね。ネットリサーチしてる時っていうのは、別に古くても広ければいいじゃんなんていうふうにも思ってたんですけど、いやいやと実際に内見したら、狭くてもいいから、多少狭くてもいいから綺麗なやつで、まあ、心がワクワクするやつがいいっていうふうに、まあ、ちょっとこう思ってきたっていうのがあります。で、内見が終わって彼女さんと2人でこう話し合いをしている時に、やっぱりその彼女さんも狭くても多少狭くてもいいから綺麗なやつがいいっていう感じで言ってたので、やっぱり内見してみないとわからんなと。で、まあこれからもリサーチは続けていくんですけど、実際にですね、あ、ここすごくいいじゃんっていう物件もちょっと抑えてあります。もちろんそのどこに住むとか名前とかっていうのはその患者さんの身元がバレちゃうのもそのリスク、そういうのはやめたいんで言えないですけども、この物件になるんじゃないかっていうのが今
ここにあります。で、この物件は条件としては日当たりがいい、見晴らしがいい、駅からめちゃくちゃ近い、で商店街も近くて便利、中が綺麗ということで、これ新築なんですよ。新築物件なんですけど、今までは僕築25年とか、まあ、10何年もないですね。もうほぼほぼ今まで住んできたところって築20年以上で、まあ比較的安いっていうところだったので、心の声に従ってたら新築になったっていう、そういうお話なんですよ。頭で考えてることと心で考えてることってやっぱ違うんだなっていうのが、今回のその内見とか物件探しですごくよく分かりました。でまた何かこう進展がありましたら、その都度シェアをさせていただきますので、ぜひ楽しみにしておいてください。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。